北海道では今夜雪の増加に注意が必要です。まず衛星画像を見ていきます。日本海には上空の寒気に伴う雪雲、雨雲がびっしりと広がっていることがわかります。そして北海道にはこの日本海から雪雲が今流れ込んできている、そういった状況になっています。現在の積雪量の情報ですね、見ていきますと、こちらアメダスの積雪深のデータ、今日の17時現在でぬかびら源泉郷では15センチ、大滝では10センチ、そして肝別では5センチ、そして札幌の市内でも2センチと雪が積もっています。そして明日の朝にかけてさらに雪が増える恐れがあります。この後の上空の寒気の様子見ていきますと、平地で雪の目安となるマイナス6度のラインは北海道から東北北部にあります。この後寒気はさらに南下しまして、明日の朝6時には北海道から東北の北部にかけてマイナス9度以下という強い寒気が入ってきます。この影響で雪が降り続きます。雪雲の予想を見ていきますと、日本海から断続的に雪雲が流れ込む状況が続きます。明日の朝にかけて雪が降り続く状況が続きますので、トータルの降雪量も多くなりそうです。最後にこちら積雪量の予想を見ていきますと、こちら明日の朝5時までの予想される積雪量、雪の積もる量です。こちら北海道では多いところでは15センチを超える大雪になる恐れがあります。また平地でも5センチ近くの雪が積もる恐れがあります。明日は気温が下がり路面が凍結する恐れもあります。車の運転など十分に気をつけてください。